この番組は地域貢献のために4人で協力し、ある目標を目指す番組。ある目標に到達できれば、番組から視聴者の皆さんに超豪華プレゼント。人はダメなのこい、バイブッタはいいんだ。いや俺はそっちの方がよっぽど違和感ある。乃木坂46いただきました。バイブッ タ, タこれ6じゃね、マジで。いやマジで、いやマジで、ジでこんな当たんないと思うんですよ、ね。ほらね、俺が380。いや、与田さんだ、4です。あ、だからやっぱ4456とかじゃないですか。4456、はい。どうしたどうした。2067倍出ましたね。いやでも素晴らしいです。素晴らしい。した、僕しんのすけさんってお会いしたことないですけど、普段から、まだないんだ。ないですけど普段から、普段からああいう感じなんだ。あんな感じ。すごいなそれ。あすごい。洋介さんと合うな。合うね。合うね。合うね。合う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 。絶対合う。そういう感じですか。うん。すごく合う。合うと思うよ。本当に。あ、なんかシンパシーがあるのかもしれない。ナポリタンとクリームソーダみたいな感じよ。ナポリタンとクリームソーダ。喫茶店の王道じゃないですか。合うよ。私はナポリタン、あなたはクリームソーダみたいな。そういうこと。そういうこと。ほんとそういうこと。やっぱ分かってるね、陽介さんは分かってる。陽介さんじゃない、陽介くんって言うから。そう、それも木村くんって言われるもんね。木村くんって言われるんですか。さすが。確かにそうだね。もうほんとあの何も気にしないからいいけど、パチスロ台にセクシューって言ってる人あの人しか知らないですよね。そうそう、聞いたことない。沖さんは沖さんですか。うん、あ、そうっすね。沖さんっていうな。沖さん、沖さんっていうね。おお、当たった。150ゲーム。早いっすね。早いな。パイレーツそんな当たんないですけどね、さすがに。あ、でも なんか引きましたよ。 なるほどなるほど。揃いの2個入るやつ、はい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 、狙えよう。これはちょっと期待はできないな、流れ的に。130ゲーム。お上手。あ、行っちゃった。マジか。どうする。あ、大変身に変身。育てたかったんですか。もうちょっと、もうちょっと。あ、惜しいっすねこれ。俺ら乃木坂もう立派なもうマニアっすよ。言える。これ言っちゃったって言える人マニアですよね。はい、言える。ゲーム性分かってないと言っちゃったって言えないですから、じゃあお手本見せていただきます。わかりました。男のガンマン。あれ赤文字じゃないですか。全然赤文字じゃないですもんね。衝撃注意上がった。うまっ。しかも 3ですよ。あ、3なんてことないです。なんてことない。やっぱ木村君すごいね。うめぇ。でも、しんのすけさん、これ3がかっこ悪いですよね、数字が。やっぱもうちょっとね、この丸みないとセクシーさがね、足りないよね。ね、投資が、でも2万5000入ってんですよ。すげえ、すげえ。なんか来た。え、あ、直撃。うわお上手。でもこの感じだと、溜まってたんじゃない。あ、かもしれない。汚れみたいな。そうですね、汚れっぽい。確かに。なんか、沖さんが当たった時と同じようなゲームするじゃないですか。沖さんも351とかで当たった。あ、確かに。なんかそんなありましたね。そんなんだった、そんなんだった。あれ、あれ、また3人 AT ですか今。3人 AT。 これだけ。おー、素晴らしい。いや、いけますね、これ、うん、いける、はい、今日、200枚でしたっけ。200枚。多分、今は超えてます、ね、え、じゃあ、だいぶあったじゃないですか、今日、本当に。まあ、何にせよ、ここでいっぱい乗せます。みたいな。ああ、そういうことですね。ステップアップがってことです。はい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 。ああ、で、レア役なんだ。なるほどなるほど。
チャンスべか。駆け抜きたいですね。50か。左なんてあるか。うまいな。おお、おかわり。おかわりあるんですね。全然やっぱダメだ。70が精一杯しかも今結構長いことやってましたもんね、ゲーム数は。さあ、俺も70っすわ。この感じだと大きくハマるイメージが全く開かないね。そうですね確かに なんで線とかハマってんのいやだからやっぱ線いいじゃないですか、マジで。全然想像してた台と違うな。違うよね。いや全然違いますね。人の打ってるのだけ見てなんかハーデスっぽいんだなっていうイメージしか受けてなかったですよ、僕は。一回ぐらい揃わねえかな、これ。4人でやってても誰も揃ってないですから ね全然ヒートアップしないな全然ヒートアップしないもうはっきり言う、木村さんこの台そんな好きじゃないからもう最初から分かってたけど合わないんだよ、水がこの台とは。何言ってんだよ、大好きだよ。嘘だよ、絶対嘘だよでも俺知ってんすよ、密かに与田さんカスタムしてんの俺知ってんすよ嘘マジ？なんか途中からカットインが与田さんしか出ねえなと思って俺もカスタムしたらここに出てくるんですよちゃんと押し目はいるんですよ。だから六角出ねえかなええなんで六角出たらだって夜まで打てるじゃんあ俺どうせ前乗りなんだから夜まで打つつもりなの。そうそうそう、当たり前でしょ。ただどのタイミングで何が出るか絶対わかんない確かに確かに献身リーチ、もう金色、ドラゴン討伐が献身か。これ確定ですね、おそらく。ミッション成功でボーナスはレジェンド。ほい。あ、いいっすね、ダナの方。さあ来た。いやこれ全然ゲーム数足んないですね、ね70だと。お20からの赤ボタン、はい。さあ来たよ。20からの連打です。連打で100列券チャンスみたいな。連打で、連打で、すごい。おお、やばい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 、なになになに、急に153、お前もんでございます。やったやったよ、すごい。やったよ、これ勝ちっしょ。やった、もう勝ち確だ。急に来ました、急に来たね本当に意味わかんない、急に来た。うわー、これでもう終わっちゃうか。あ、セーフ、チャンス。うわそういうのが必要なんですねなんか内部ループ率っぽい感じでしたね。内部ループ率っぽいですよね、あれ。 なんとなくね、めちゃめちゃいいループ持ってきたっぽいですね。今のは何から出てきたんですか。レジェンド、レジェンド中、はい、上乗せ特化ゾーン中、多分アイコンから、うん、そのアイコンのところで2択を当ててってこと。うん、当てて20、あ、そのアイコンのところで上り坂を2個
揃えた。あ、なるほどなるほど。あ、じゃあそっちの方が恩恵が大きい可能性が強かったかもしれないですね。チャンスゾーンですよね多分。ああ、チャンスゾーンですとかで消える、ね、消える、そう、消えるとびっくりしちゃうんですよ。びっくりしちゃう。いや、終わっちゃいますね。でも50ゲームだからこれを生かしたいけど、そう、50ゲームだともう天使しかないですよね。193字プラス。素晴らしい、すごいっすね。全然ヒートアップしねえよ。全然ヒートアップ、ヒートアップしまくりだよ。328ゲームスタート。OK。 ちょっと別の台打ってるみたいな。これだけ低設定の毎尺打ってるみたいな。マイジャグに失礼だろ。いやだって200枚しか出ねえんだもん。よく言うね。252枚。やっぱマイジャグだよこれ。ピンクピンクいきましょう、ピンクは。ヨタさん、これ押しのやつが出ちゃうのかな、もしかして。あれ、大きさ有利感切れるんじゃないですか。あ、なんでもう普通の枚数になってるよ。あ、そういうことですか、うん、じゃあ一回切れてるのかな、わかんない。俺ユーリク君の意味未だに分かってないからね。多分業界人で俺だけ。本当、まあなんとなく知ってる体で喋ってますけど。はいはいはい、まあいいんですよそれで。まあまあまあいいですね、はい、まあまあまあ、まあ、そうです。ドキドキするもんその言葉出るたびに。毎回ユーリクかっていう言葉に対して、うん、あ、切れてんだねなんつって。本当にずっとだよこの何年間。ドキドキしたの。してるよ。木村さんとかもよく、まあ、特にバチ君が言うけど、何言ってるかさっぱり分かんないから、もういいやと思って。うわダメだった。ほら、もしかしたら有力感がさっきの AT で切れてたから、いっぱい赤ばっかりのマップだったのかもしれないですね。あ、はい、リセット恩恵的な、はい、早い引き戻しが。嵐殺そうとしてんの。あいつ殺そうとしてんの。いや止めないけど止めないけど、もう2500ぐらい出てるんですよ。25です。すごいっすね。で240残ってます。まだそんな出るの。そんな出てますね今。でもなんだかんだみんなまあまあ戦えてます。プラスプラス。俺だよ、買い足しだよ。26だよ。まあでもでもいやでも初当たり取れてるじゃないですか。そうなんだよ、やれてないだけなんで。そう、 AT がやっぱ伸びてないだけですもんね。これってあの中日の与田の娘じゃない。確か与田の娘ってアイドルやってたよね。あ、かもしれないですね、与田っていう。え、あいつ親父かよ、ちょっときついな。いや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 。いや、挨拶行かなきゃいけないじゃない。いや、きちんや、絶対よろしくねえじゃん。中日のユニフォーム着ていくべよ、そりゃ。お、降臨。え、そうなのかな。なんすか。なに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 これ、降臨チャンス。降臨チャンスだけ調べましょう。じゃあ、やっぱり、以上はお父さんって呼ばなきゃいけないかもしれない。感想？はい、ユニ感切れるんじゃないですか、これで。あ、ユニ感切れるっぽいですよ、そしたら。マジっすか。残り200以上あったのが残り38になってんだけど、まあしょうがないのか。しょうがないっすね。でその後なんか覚えたじゃん。いや、それが有力感だよ。いや大体わかるけど、その後になんかループがどうとかっていうのが出てたよさっき。いや、それの権利を得れたってことなんですね、説明でね。うん、ニャンコとかだったらあれいきますもんね、なんだっけ。ああ、みたいやっぱそう。与田剛さん、あ、ネット上で噂があります。噂なの噂レベル。今陽介くんがすげえちゃんと説明しようとしてたのに、もうあの与田って人のどうでもいい情報。いや、どうでもよくないじゃん。なんで俺がもし今有利感のループの話を説明してくれてたら、有利感なんてどうでもいいんだよ。なのだってなるようにしかなんねんだから。乃木坂のゲーム性を今一生懸命言おうとしてたら、与田さんのお父さんが与田剛だったら、うん、俺は相当な覚悟を持っていかなきゃいけないんですよ。知らないよ与田さん。はい、安心してください。違う。違います。あ、なんだ。あ、じゃあよかったね。なんかあのお父さんとお母さんの名前から勇気って取られてるらしいんで。あ、はい。雄三さんなのかな。あ、なんだ。らしいです。ハゲた弱々しい親父でやって。したらそんなもん強引に押し切れんのにな。さあ、残り5ゲーム。降臨チャンスまで残り5ゲーム。これ上位とかあるんだったらここで行きますね。広がりますね。うわー、ここでレア役だって。ほい、さあ来い。さあ何個これ。
なんかいいことこれ。ここで1回終わってここすで。はい。10ゲーム以内にレジェンドを降臨させろ。させろ。多分与田さんで与田さんの与田の強さ親父だよ。ねえ、でも金になってるから来んじゃないの絶対に。まあ来そうですけどね。ですよね。狙い、狙い、あ、そういうこと？そういうこと？33パー、50パーって出てる。え、どこに？降臨期待度、ここです。あ、本当だ。もう一個止まれば、あ、50パー。頼む。頼む。いや、まだジレバー、ジレバーが50パー。行きます。ここで50パーだ。あ、アロー。おー、おめでとうございます。やりました。氷行きました。沖さんやるねよ。ありがとうございます。今のすごい角度良かった。ありがとうございます。これででも最初からってことでしょ。ってことです。もう一回やり直せるんですかね。でもなんかわかんないけど、こんなすごい演出出てるから、すんげえ強い。うわ。じゃないですか。はい。七だ。うん？七だ。七だ。七揃ってんじゃん。あ、じゃあいやだから上位だよ上位。上位上位的なことみたいな。本当に。いきます。まだ。あ、なるほど。勝手に回る。レジェンドアタック。普通にレジェンドアタック。あれ？あ、トータル30ゲームって書いて。あ、それは関係ない。デフォルトスで。だからこれあれじゃないですか。リプレイで終わらないやつじゃないですか。なかなか。かな。金7はちょっとヤバそうですよね。いや、ヤバそうだ気する。それか氷ストック3個以上とか。ああ、それ強いっすね。なるほど。なんかありそうですよね、そういうの。レジェンドいっぱいやれるみたいな。レジェンドいっぱいやれる。ほい。うわ、うわ。え、リプレイっぽい。55Gで終わった。モード戦。あら、普通に、あれ普通に終わる。初当たりだけってことですか。あれじゃないですか、ゼロになったらまた出てくるんじゃないですか。いやー、だって7揃ってましたから。違う気がするな。でも金7っすよ。でも金色になってるな全部が。あ、ただ単に演出だなこれ。ぐるぐるループ中って書いてる。ぐるぐるループ中。あ、なるほど。おこれね、ただの AT っすね。え、7揃ったの。うん、7揃いました。だからなんていうループで揃ったらああいう演出みたいな感じだと思います。俺はあのゼロになったらまた降臨が出てくるとベットします。マジ、はい、なるほど。3個ぐらいあるよね。3個ぐらいはあるとしたら、はい、あ、だから4000枚5000枚普通に出るよっていう。普通に積み重ねてこれ無理ですもんね。まあ確かに、うん、ラスト終わりました。1017枚あらからのからの、あ、なるほど、来てる来てる。ネクスト氷、あ、あ氷、なるほど。ずっと氷が入れるんだ。なるほどなるほど。あ、そういうこと。そういうことですよね。じゃあ僕はさっきの10ゲームのチャレンジを成功させればっていう。あ、だから延々ループの権利あるってことですねこれ。なるほど。うわだとするとちょっと疲れますね。疲れ、確かに。何言ってるの、そんなわけないじゃないですか。疲れないです。失礼しました。沖さんの手にかかれば何パーセントぐらいあるんだろうこれ。うわ、うわ狙いが来ない。狙いが来ない。マジっすか。うわー、ダメだ。うわ、あ、なるほど、なるほど。ループ1回で終了ということなのかな。あーってことですね。あ、でもなんかまたなんか 金にはなってますけど、これが金なのか黄色なのかちょっと分かんないですけど、はいはい、確かに。リセットされた後なんでってことか。潜在一遇チャンスだったかもしれない。今全員通常時になっちゃったので。いや、そうですね。ちょっと俺ももうやばいですよ、飲まれちゃうんで。飲まれる。あと460枚。また3で煽ってんな。
乃木坂の歌、なんすかこれ。それはもうめちゃくちゃ熱い、当たりますよ。 4.5 だもん。 4.5 すもんね。でもあれなんだよな、大変身なんだけど、まあとりあえずエンジェル、エンジェルなんですよ。翼の折れたエンジェルね。固定、固定しろ。翼の折れた大変身。はい、 CZ、 あ、 CZ って言っちゃった、しまった。いいね CZ、 いい、もういいじゃない。CZ はいいですよ。そうね、エンジェルからゴリ上げた海賊。ゴリ上げた、ゴリ上げました。すげえ言葉だね。ゴリ上げた、ゴリ上げましたエンジェルから海賊に。はい、すごいね。あーた、レア役が降ってきて海賊にゴリ上げた、ゴリ上げたの。マジすげえな、マジ勉強になる。ただその間に嵐は海賊ミスで、まあ、ゴリ上げた海賊で、ゴリ上げ、ゴリ上げた、きちい。でその裏で俺は34,000。マジかよ、ゴリ通す、ゴリ通す。マジかよ。やっぱあの最初の当たった後のいやあれですね、ゾーンが全てだな、全てですね、この場合結構大事ですね。ケルベロスよりやれる気しねえもん。あーダメ、ゴリ上げたけどダメでした。ゴリムズなんですよこれ。なんかめちゃめちゃ漏れてる気がするんだけど、めっちゃ漏れてる。これ なんかがあの溜まってるって、なんかが溜まってる、なんかが溜まってる。光る、はい、もうそれ朝から言ってんねん。汚れがあって話してんねん。そうなの、はい、その話してたんだ。俺さっき分かったもんね。陽介さん、そういう店行かないですか。どえごキャバクラとか。あ、全然行かないですね僕。僕人生でキャバクラ1回しか行ったことないですね。あ、そうなん、あ、そうなん、あ、じゃあそっちはあまり興味がない、ね、あんまり本当になんか、まあ、お酒もともとそんな飲まんのもありますけど。で奥様一筋。まあまあいいですね、仲いいのね。まあ、あとはなんかそういうのに何ていうんですかね、好きな友達とか周りがいなかったっつもありますけどね。ああ、まあみんなで行かないと最初行かないですもんね。そうなんですよ。嵐君めっきり行かなかったでしょ。俺も全然行ってないですね最近は。まあやっぱ年が離れすぎちゃったっていうのもあるかもしれないですね。だから若い子のいる飲み屋にはあんま行きたくなくなっちゃいましたね。まあ酒飲まないもんな。でもまあノンアルで全然行けるんですけど。だって俺の中で二郎と一緒だもん。あ、もう立ち位置がですか。うん、だって飲まない人は。いやいやいや、でもまあ楽しんでるじゃないですか俺も二郎ちゃんも。そうなんだよ。そうなんですよ。なんか楽しいですよね別に。いや、なんなら俺らの酒以上にあいつコーラ飲む。そうっすね。俺も多分同じぐらい飲んでますよ多分ノンアルを。でもやっぱ記憶が残ってて、あの意識も飛ばないんで、今の方が楽しいです。むしろ半分以上覚えてないですよね朝起きた時に前は。そうだった。いや、ほんマジで なんでここにいるんだろうってところから朝がスタートするんです。うわー、俺もいつの間にか帰ってきてるってことはなんかやったなみたいな。僕も間もなくマイナス1になっちゃいます。え、やばいですね。浮いてないんじゃない。これやばいかもしれない。マジでこれが100、今200枚持ってて。え、大きさ何枚浮いてる。僕2900、12000円で2900枚。これ3発だから1900枚。とやばい、トントンぐらい。これ46 46じゃないですか。本当に今トントンぐらいラインとしては。やばい、正直なんかこうやめときもわからんのですよ。確かに。とりあえず俺これでガンマンは行くんで、うち入れちゃってください。いや、これは当ててもらわないと。これ当てないとまずいですね、うん、いや頼むよマジで。頑張ります。あの うちのリーダーしたの足りないんだ。何かよ、何かよ、ちょっと足りないんで。ダンケシーンだぞ。なんだろう。いやー、いいねいいねいいね。いきますよ。いっちゃおう、いっちゃおう。もう一個、もう一個、もう一個、もう一個。あー、止まれ。あらら、止まれ。よし、もう一個。あるあるある。で、あー、ダメだ。やっぱ停止ボタンの段階でフリーズしないとダメっていう気がしちゃうな。もう頼むよ。お願いお願い。多分リリベとかでも、あ、ダメなんだ。ダメなんだ。あ、料理だ。ダメです。嵐くん、
か、俺アラシステム成功してる1回しか見たことない。マジそんだけ共演しててマジヘルゾーンとキングオットにわすげーってなった確かに、確かに なったんだけど試行回数800回ぐらい自力自力感がすごいね800回はそうかなと思ってやり始めたシーンであもう無理だって思っちゃういやそうかなと思ったんで俺も何も言わずに始めたおもむろに気づかれなくてもいいなと駆け引きなんだね駆け引きです駆け引きやっぱアローだったかあ、今日でだからね、俺もう下手して嵐に着いてないですよあそこで引いてたかもしんないよ、まあまあ、ガンマンで、ね、可能性はゼロじゃない可能性はゼロじゃない洋介さん今何僕今ドツジョージじゃあじゃあやってあ、パイレーツですパイレーツ、あ、いいねパイレーツですね、パイレーツ俺、600ハマってエンジェルだエンジェルで2回失敗してるから600がハマってるいやだそりゃそうだよえそんなことあるだってほら行くたびにリセットされるからそうだ、ね、リセットされちゃうんで1回中途半端に引いてるそういうことかそうだよそれがきついのよ600エンジェルってあんだ600エンジェルのヤバさに気づくようになってきましたよ我々はあ中途半端にエンディーじゃないですかもちろんさすがに格闘力じゃないですかいや7じゃないですかデメじゃなくてあれは数字は液晶のなんか見たことないあのルーレットで激アツチャンス激アツチャンスバーカ中ちゃんあるんすねあスイカソロとかだあーリーチ目っぽいとこあめっちゃリーチ目で激アツすんげー落としてるじゃないですか中ちゃんこれね、はい、もう他にいなくなるなんてセンサー使ったんで、はい、あの4万円ですね、じゃあ、じゃあちょうど4万円4万円、はい、1000枚弱俺もじゃあ頑張りますね僕も今450ぐらいまで来ちゃってるから、はいはい、非常に中途半端なんですよねでももう当たり前でやった方がいいんじゃないですかまあ多分そうっすよね、はい、1000枚弱俺もじゃあ頑張りますね、エンジェルエンジェルがおーいいかおお、いきなり来た。なるほど。上がれ。やばい。よし。うわ。終わった。強制強制で20なんですか？強制で20でしょ。チャンス目も20だからね。いや強制。434枚。430。まあ追いでしょ。うん終わりました。あ終わった。3150枚。いやこれ結構やばいかもしれないですね。危ないですね。ギリギリ。やだよ俺。だリプレイだもんこれ。いや。55もう俺は本当これ無理だないやー本当に厳しいっすね本当にさあ残念ながら僕ここで買い足しです500ハマりになってしまいました僕も3枚目ですそれもなんか解放までやるべきなんですかねどうなんでしょうね解放の OK 知らないですけどねあ終わりましたえ114枚です114枚ちょっとこれあうんがやばいっすね、これ一気にやばいね、一気に今全員通常時なんで全員通常時であこんなハマってんのそうなんですよあ、それ僕も640っすよえもうやめられるのやめらんないっすえ、じゃあやっぱたまたまじゃねたまたまな気がしてきたなおっしゃる通りかもしれません全員のビギナーズラックがちょっとだけ発動してた可能性ありますよだって台の知識が深くなればなるほど出なくなってきてますから、ね、確かにねだって4台空いてたんだよまるっとまるっと空いてたまるっとエンジェルからガンマに盛り上げましたお盛り上げました盛り上げたね盛り当ててくださいもう盛り上げたあーなんとか当てないもうあの我々ガンマの難しさをもう知ってしまってるんでなんかなんで序盤あんな簡単に取ってたんでしょうあーお願いしますでもこれみんなの闇の気もあったら一生やめらんないそうなのよ4人合わせてたら、うん僕はこの200のゾーンが多分一つの区切りですねですあ、もうゾーンとか言い始めたらもうおしまいですいや違う、赤だから
赤関係あるよね、陽介さん。ありますよ、ね、あるよね。赤だと、まあ、チャンスの出てきやすいですから。そうだよね、うん、そうだって。右は何なの、エンジェルじゃないの。右は多分、いや、エンジェルですね。エンジェルだったらもう捨てていいじゃん。誰も当たってねえよ。え、だってエンジェルからパイレーツ上がったんだと。それを言っちゃったらもう やめらんないよ。おお、おお、入り目で通った。すごい、すっげえ、うまい。びっくりした。うまいなんとか、一番ジャストで。ああ、うまいですね。耐えましたね。エンジンミッション、陽介さんの当たり終わりでいいんじゃない。打ちますか、これにかかるんですか。うん、だからまあ、その間に嵐君を当ててもらって。はい、さあ来た。あ、ちゃんと200できました。はい、200できました。おー、これがダメならもう僕もやめますね。大変身でなんかリプレイアオリ来てんだけど、ここで来て一番下手なのやつで昇格すんべ。おー、危ない、危ない、怖っ。ありがとう。まあ、正直俺はもう2時間半前からやめたかったんですよ。やっと言ってくれた。思ってたこと。55なんか後半になって厳しいですね。何だったんだろうね、100ゲーム以上ずっと俺らのスターね。ずーっとなんか感覚当てましたけどね。さようなら。お疲れさん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。42です。42です。42です。やっぱ荒かったですね。ダイソー分解消おしまいだ。あれ、プラス確定っておっしゃってましたよね。ダイソンで。さすがに4使うと思わなかった。でもこれはもう当てた仕組みですよ。しょうがない。本当にダイソン、ね、ダイソン忘れてたわ。2805。さあ、僕も残念ながら今回も駆け抜け、後半3回連続ぐらい駆け抜けちゃってますね、残念ながら。174枚です。我慢。当たんねえな。めちゃめちゃす、吸いすぎちゃうんですか。めちゃめちゃ吸ってんな、本当。だいぶ溜まっているんですよ。これワンチャンなんかその天井にたどり着いた時とかに一挙に買い溜まって。すごいのありそうですよね、これ。開放とかありそうですけどね。じゃあ僕も終了したいと思います。みんないなくなっちゃいました。どう見てもあっち、いや、993ですよ今。なんなん、もうちょっとやめて。まあそうでしょうね。え、これどうなるんだろう。線でもう強制的に当たるのかな。上がんのかい。ああ、やっぱ当たりましたね。これどういうことになるんですかね。次回ラッシュゲッツ、これが天井です。さあ、チャンスゾーン中に天井行ったんで何かあるかもしれないです、恩恵が。総投資が29本、1330枚ぐらいかな。おお、完全伸び出てる。え、ああ1回だか。でかい。やべえ。まあまだ分かんない、まだ分かんないですから、まだ分かんない。だってあれですよね、今僕31本入れてて、このあと万が一男気を見せるような結果になったらとんでもないことになるってことですもんね。なんて番組に来ちまったんだ。まあでも地域貢献はしなきゃいけないんで、やっぱ大人としてね。でもやっぱり、まあ、僕みたいなコッパが地域貢献するより、やっぱ大先輩のお二人に地域貢献していただきたいなと思うんですけども。
与田ちゃん。さあというわけで、まあ、残念ながら天井行ったんですけど、私の方は今日多分最低枚数かもしれないですね。172枚で終了ということで、まあ、1ゲーム回してやめます。まあ、ただみんなで初めて打つ棋士をワイワイやれてすごい楽しかったんで、今日はこれで精神的には勝ちとします。お疲れ様でした。全力じゃないね。惜しかったっすね。惜しかったっす。あなたしか言ってないからね。あなたしか言ってない。あ、まあね、まあ、これとりあえず浮いたのかどうかっす。要は200万円、はい、プラス200万円の目標達成するのかどうか、はい、すごい風だな。これは無理だな。これ4万2000円。4万2000円回収ゼロ。僕 2万9000円で170万円ぐらい。は、はい、え、天井行ったよね。俺ら待ってたよ。大人を何十人も待たせて。え、だからすごい、あのカッパじゃないのにめっちゃ回しましたよ。分回しましたよ、本当に。はい、で僕が投資が1万円ジャストで、はい、回収が216倍かな。8万円で400倍ぐらいですか。はい、はいはい、僕が投資が1万2000円、回収2805枚、はい、足りてない。足りてないですね、はい、足りてない。明らかに足りてないね。足りてない。ボーナス回だったんですけどね、200枚っていうことで。俺これもう、うん、まあ今日はもういい、あの視聴者貢献もさ、うん、これ出してもらうから、うんうん、じゃあ俺もダイソン出しますよ、うん、これ持って帰れよこれ。あとはもう冗談じゃないよ。いや、これで地域貢献で負けようもんだ、まあね、そりゃそうだよ、ね、貢献ありますか。しょうがない。やばい、俺飛ばされるかも。どうしちゃったんだ。やばいっすよこれ。急にね、はい、まあ、とりあえず、我々自腹で地域貢献ということで、はい、移動しましょうか。行きましょう。行きましょう。はい、到着しました。はい、はい、白鳥さんって、あの、ま、麻雀プロじゃないですね。違います。麻雀プロではないです。、はい、スポーツショップです。はい、なんかおしゃれですね。そう、おしゃれで、どんなジャンルも扱っていそうな感じなんで。ほうほうほう。とりあえず行きましょうか。はい、そうですね、はい、行きましょう。普通にテンション上がるな。キムさんのテンションがもう全然低いんだよな。確かにそうですね。行きましょうかみたいな。全録あるぜこれ朝。そうっすね、出たのに。で、ダイソー当たってこれで勝ち確定って言ってたのがさ、いつの間にか、じゃあ行きましょうかとか言ってさ。あ、いやそんな、人ってこんな変わるんだね。お、本当にこういうのいいんじゃないですか。あれ、お家でできる。これいいね。めっちゃいいっすよね、普通に。何これ、いきなりしたね。あの、高いでしょ。いや14万3000円。いやいやいや、ちょっと無理でしたね。14万3000円、思ったより無理でした。スキーとかはね、選んじゃうんで、うん、そうですね。まあそうですね、ゴルフは前やったしね。あ、すごい、はい、めちゃくちゃ広いです。広いですね。ジャンルで言うと何がいいですかね、今時期。ちょっとウィンタースポーツやっぱ人選んじゃうじゃないですか。やったことない人とか。あ、トレーニンググッズも結構ありますね。そう、トレーニンググッズとかバランスボールとかいいですよね。バランスボールとか。じゃあトレーニングっていうテーマにしますか。トレーニングします。でもそしたら多分めちゃくちゃ買えますよこれね。はい、一通り全身鍛えられる。そういうのって明るい。僕これ使ってますやっぱ。じゃあ、アラセットちょっと。ああ、選んでよ。腹筋ローラー使って。あの、いくつか。本当ですか。はい、あ、俺使ってるのこれです。へえ、まさに。いや、腹筋だけじゃないでしょ、うん、他もいろいろあるじゃん。だからで、光るセットもしないか。俺鍛えたことないよ。だからこれからやろう。光るセット、はあはあ、なるほど。違う、光るセットほら陽介さんと相談して2人でいける。あ、じゃあなん鍛えられる。無縁じゃん。無縁ですよ。無縁だよね。スポーツさん無縁な2人がこれからじゃあ始めようっていう、うん、スポーツのことね。いや、トレーニング。あ、トレーニング。トレーニング、分かった。あ、分かりました。これ腹筋動画でしょ。あと、はい、あと何。あとやっぱこれ膝痛くなるんでヨガマット絶対いるんですよ。ヨガマットですよ。はい、ヨガマット。あ、こっちでも大きいのでいいですかね。まあヨガマットあったら困らないんで。はい、ヨガマット。そしたら腕もやっぱ鍛えたいですもんね。そうだね。ちょっと俺本当にこういうの分かんないから。これこのバンドがあると、はい、あのダンベル運動もできるし、結構いろいろ汎用性あるんですよ。あ、じゃあそうしましょう。こんな簡単に選んじゃっていいですか。全然いいです。じゃあ持っていいよ。あ、いやいいですよ、その先輩に戻せるんですよ。これでしょ、これでしょ、はい、はい、あとはこれ1個持ってるとあの旅先でもできるんで。へえ。
これ俺持ってますわ。持ってるやつがいいよ、筋肉バンド、うん、じゃあスタンダードでいきましょう。ヨガマット、筋肉バンド、筋肉バンド、これ家、自宅で、先輩じゃん。 あと何、やっぱ俺に全部選ばせるつもりじゃない。いやだって俺本当分かんないから。あと何、なんかバランスボールとか手軽に始められるとか言いますよね。バランスボールにしましょうか。でもそんなになんかめっちゃ高いわけじゃないですね。うんうんうん、なんか 2,3,000円ぐらいだから。いや買うならやっぱ女性の方がいいな。あ確かに男性の裸嫌いなんでね僕。でもこういう足とかももう見たくもないんで女性用にしよう。そうそう、なんかゴリラみたいなやつらがなんか豚みたいな豚ゴリラ。だからこっちは繊細な女性系でね、俺ら繊細だから。そうしましょうか。だからこれでしょ、これいいっすね、これとかもでこれでしょ、いいっすね、だからワンセットでしょ。これいくら、ああえ安っ、1980円。あそんなもんなんすか。これはね、これねこういう感じのところに書いてある。あこれ2000円です、2090円。じゃあこれで2000円、2000円で3000円でしょ、はい、これでしょ。あ持ちましょうか僕。じゃあ持っていただいて、はい、あとなんかこうウエストのくびれ的なやつ。ウエストのくびれ、なんかあすげえセットであんじゃん、ほら。あなるほど、ほえ これなんすか、見たことない。 これっすよね多分。これ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 、えめっちゃなんか足つぼ痛そう。あこれいいじゃない、体幹トレーニング用。あだ上に立って、これ2000円っすね。安いっすね、思ったより。あ、マジで。こっち女性。あ、なるほど。こっち女性用で。いいですね、いいですね。女性セットで。ただ安いのよ。いや、そうなんですか。222なのよ。そっちは。あ、これ値段見てなかったっす。え？ね、ちょっと待ってよ。2640、1482、だからいやで2420です。じゃあもう一つ二つなんか。うん、そうですね。これあってもいいかもしれないですね。プッシュアップバー。はいはい、じゃあそれ一。あ、かっけえ。いくら？アディダスのかっこいいのありますわ。かっこいい。うん、じゃあそれにしよう。3400円。それちょやってみてよ。それ。これですか？どうやって使う？あのまず腕立ては、はい、こんな感じで、はい、でこれで普通にあの、はい、なんていうんですか？なんて言ってたっけ、あのなんですか？なんダメだ、おじさんなんて名前が出てこないです。でこれ胸鍛えてこうすると、はい、あの腕の裏が鍛えられるんで、はいはい、すごい苦しそうですね。聞いてる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 、すごい目で見られてますよ。いいじゃないですか。リーボックにしましょう、リーボック、はい、これが2480円です。はい、他に何か必要なのもあれば。いやあとはあこれ握ってトレーニングです。あ、そういうのいいじゃない。じゃあこれにしましょうか。でも女性っぽい色だよ、なんかまたかっこいいないの。オレンジと緑にします。あ、そうそう、超いいよ。じゃあこれ5点セットにしましょうか。5点セットにしますか。はい、4でいいと思います。4、はい、わかりました。もう何すか、うわリカバリーガン、当てるだけでリカバリーケアだって。いやちょっと怖いな。これ1万円ぐらいですね。俺ら何も分かんないですからね。そうなんですよ、僕もあの運動部とかにいたことないんで。そう、僕はバレーボールとサッカーとやってたんですか。卓球とやってましたよ、そりゃ。すごいな、僕中学の時科学部で、小学科学そう、小学生の時紙飛行機部とかにいましたからね。やばいやばい、俺より本物じゃん。ダンベルとかそれは美しい首みたいなやつ。これいいじゃん。いいっすね。これにしよう。これにしよう。これいくら？いいじゃん、この4点セットで。いいっすね。うん、決まった？決まった決まった。これでウエストも締めてもらって。さっきあの腕さんのやつこれやらしめればよ。ああ、陽介さん。はい。ちょっとあのよかったら。なんすかなんすか。初心者の人はこうなるんですよって。初心者の人がこうなる？これ使ったことあります？これなんすか？プッシュアップバーって言ってこれで腕立てをできる、腕立て、はい、こういうことですか。それはでも鍛え方としてはそれだとここに来ます。はあ、ははあ、でこうすると胸とか鍛えられる。こうそうです。それを引き上げて絶対できないよこんなん。これかっこいい。ちょっとあとだ無理だ。こうやって1回ずつ
スク始めてもいいね。はい、奥さんやってみねここにものすごい気がしてる。これぐらいでいい。あの狭い方が腕がきついです。広いけると胸がきついです。おお、おすごい。奥さんいい感じじゃないですか。すごい。ああきつい。きついですよ。でもできなくはない。はい、なんか俺顔ドスみたいになってて。え、すごいねこれ。これ面白いね。あ、買ったんだ。あ、先輩。お、先輩。これ先輩すごいよ。軽やか。うわ、軽やかっすね。10回、10、20、23、10、15、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34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 
筋肉が全然違うんでこっちの方がきつくないですか。だからちょっとすごいんですよ。かー無理だな、これは無理だ。すごいね、無理無理、10回は無理だわ。いやすごかったっす、普通にあんなできないっす。できないできない、普通のおじさんはできないっす、あんなし物入れたんでしょ、ね、私物入れてるじゃん。あ、間違えた、ちょっと間違えました。おかしいじゃん、ここに入れちゃダメだ、万引きみたいになっちゃう。じゃあ特別にいいよ、いいっすか、うん、いいよいいよ、一緒に。いやさすがに、いやいいっすよいいっすよ、さすがに大変失礼しました、大変ちょっとプレゼントなんだから申し訳ございません、頼みますよ。初めてのじゃんけんじゃないですか。あ、僕初めてですね、じゃんけん。確かにそう、1回目は払わないで済んだ、2回目はプラスで終わったので、本当にそうですね、ガチで初めてです。あんだけ買ってもでも17なんですね、え、はい、そんなになんか思ったほどでは。いくらあったんですか全部で。1万7000円ぐらいですね、7、8000円ぐらいです。まあ一旦立候補ってみましょうか。この約1万8000円の支払い、うん、はい、もう俺が今日はもう払うという方は挙手願います。いや普通はね、あれだけなんか人のふりをスルーしたら俺が払いますよみたいな。あ、まあ確かに、ね、いてもおかしい。僕は結構気づきますよ ね、 ね、複数回、うん、じゃあもう一回、今日は俺が払うという方は挙手願います。まあまあそうなります。あ、まあそうでしょうね、はい、人の振りはスルーさせていただきます、ね、最後まで、はい、最後まで、はい、貫き通しましたね、はい、さあではじゃんけんやりますか。勝った、はい、人がお会計と、はい、はい、地域貢献ができると。まあそうですね、はい、徳を積めるわけですから、間違いないです、うん、何出しましょうか、陽介さん。おー、新規制やった。新規制やる、でもグーっぽいですよね、なんか。まあグー出そうかなと思ってましたね、ずっと。ほー、っていうことは、勝ちたいですか負けたいですか。勝った人が払うんですよ。あ、そうです。あー、なるほど。じゃあまあ勝ちたいんじゃないですか。あー、チョキ出せばいいですね、俺。まあそうですね、もともと僕チョキ出そうと思ってたんで。へー、もともとチョキ出そうと思ってた。あ、そう、はい、はい。最初はグー、じゃんけん、はい。これこんな突然始まる。今俺一瞬で心拍数バコン上がった。そしておかしいな。はい、あなたパー出しました。はい、パー出しました。こういうことは。おかしくねえですか。あれなんかちょっとおかしいですね。矛盾ってやつですね。矛盾。宇宙のただ裏の裏書いただけじゃん。負けようとしてんじゃん、なんか。グーですよね。グーですね。で、俺もチョキ出せばいいですよね。まあそういうことですよね。はい、そういうことですよね。ですよね。そうです、はい、おかしいな、うん、勝ちたいんでしょって。まあそれで、まあ、僕が払うことになるってことですよね。払いたいんでしょ。まあまあまあ、どうもグー出してくださいよ。はい、わかりました。で、我々がチョキを出せば、まあチョキ出せば、はい、やっぱ希望を叶えたはずで、最初はグー、じゃんけん、ほい。
絶対に、ね、さっきと一緒だね。ね、やっぱ俺ら正直なんだよ。そうなんですよ、ね、偉いよね、はい、なんかね、うん、なんか裏と裏の裏を、そうそう、ここが面倒くさいんだよ。だってここ読んでんだもん、だってここはもう無視してんだもん。読みになるってこと？読みか。え、もう一回聞きたい。もう一回聞きたい。もう一回、はい、教えてください。グーを出したいんでしょ。じゃあグーを出すって言うから、はい、出すの。じゃあグー出します。わかりました、グー出します。わかりましたって念をしましたね今。わかりました。あ、絶対出すんだ。絶対出します。なるほど、はい、だから勝った人ですよ。負けた人、勝った人が払えるんですか。はい、はいはい、わかりました。わかりました。最初グーチェック、ポイ。負けだ、負けてしまいました。負けた、失敗しました。あー負けた。あー、まあまあまあ、そういうことですね、うん、そう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 、はい、元の世界を変えてきました。俺はもう流れが権限通りにやってきました。何がよ、何がよ、何が流れがあるとするなら俺なんだよ、もう今日大丈夫。そうかそうか、その後ずっとずっと。ただあれですよ先輩、僕の不遇体質も忘れちゃいけない。そうだね、あーそうね、この流れを断ち切るかもしれない。駆け引きなしで、駆け引きなしでいくぞ。神に委ねましょう。神に委ねましょう。二分一だよ。二分一。勝った人が払う。最初はグー、ジャック、ポイ。ぶつかり合いましたね。神様も演出がな、すごいね。いいね。最初はグー、ジャック、ポイ。あ、違う。あ、間違えた。やべ、分かんない、リアクションが。え、俺が一番負けたじゃないですか、今日じゃ。じゃあ、いってらっしゃい。はい、じゃあ、チンキ表現させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。特訓できてね。はい、いろいろとありがとうございます。俺、これ、こういう出し方になってんの、鉄のせいですからね。なんかやっぱ裏の裏をね。これ一個理由を探るとするならば、うんうん、自分のもん買ってましたから。ああ、そっか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 。なるほど。そこがあったね。確かにね。確かに。あ、ガチなの知ってます。はいはい。もちろん負けたら払うつもりでいたんだ。はい。むしろあの俺自分の私物入れたんでちょっと負けてよかったと思ってる今は。危ねえと思って。ID で絶対忘れて、あれなんで今月こんな多いんだろうってなるんですよね多分。あれ引き落としなんでこんな多いんだっつって。まあまあ、大荷物ですね。あ、はい。あ、全然大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございました。一気に、こう、シャ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 ってやったら人間はグーを 50% 出すとか。あ、そうじゃなくて、あの、初めのこの駆け引きで、いろいろあるんですよ。へぇー。いろいろ。いや、言わないですよ。だって今後もあるから。いやだから、テッサンと俺だったら絶対払わせることができた一発で。へぇー。あ、俺と嵐くんが分かってないかった。分かってないから、だから俺は全部負けてるじゃないですか。うん、確かに。そうそう、パー出してグー出してるからです。そう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 、メンタリストダイゴみたいな感じ。いや、そう、そういうことですよね、でも。そういうことだよね。あ、来た、あらダラララダダラララダララ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 ラララダラもういいからちょっと今日から始めようという方にぴったりな、はい、男性用と女性用、女性用こちら嵐くんからと、はい、払いたかったなって言ってたよみんな。いや、お二方は多分信用しますけど、僕はもう陽介さんの発言何も信用しないです。そうね、はい、そうね。こずるい大人になってしまいました。すごい楽しかったですね。ありがとうございます。お疲れ様です。本当に。今綺麗にまとめようとしたじゃない。松代が好きです。